ちは、かけむろです。先日ちょっと長男内臓を壊しましたっていうお話させていただいたんですけれども、おかげさまで危ないところは脱したっていうことで、九州に行きたいんですけれども、病院に面会禁止で、会えないんで行くに行けない状況です。すいません。リスナー様からたくさん息子を心配するコメントいっぱいいただいて、ほんまに感謝です。ありがとうございます。今日はですね、長男病気する前にお正月高山行こうかっていう話してたんで、で僕のバッテリー、この間リチウムイオンバッテリー取り付けたんですけれども、寒冷地やったらリチウムイオンバッテリー スターター冷えてたらかからないかもしれないということで、普通の鉛バッテリーホームセンターコーナーで買ってきたんですよ。でまあせっかくなんでちょっとこのバッテリーもつけてまおうかなみたいな。よかったら一緒に見てください。それじゃあホームセンター高難のバッテリーなんですけれども、まず CCA を測っちゃいましょう。ホームセンター高難のバッテリーなんですけれども、韓国製です。よいしょ。このバッテリーサイズ 40B19L なんですけれども、普通の WRX は 55B やったっけ、サイズやないとダメですんで、これはスペック C と同じサイズなんですけれども、バッテリートレイとかも変えないといけないんで、普通の車両は WRX はこのサイズのバッテリー取り付かないんで、よろしくお願いいたします。でこれが製造元の情報ですよね。なんて読むかわからないんですけれども、ここコーリアって書いてます。それでは CCA 測っちゃいます。はい、はい。クイックテストじゃなくて、バッテリー単体で、普通バッテリーで、JIS で、40B ですね。これでテスト。おい、はい、そうですね、バッテリーの状態は良好。これは充電パーセンテージですかね。あと基準は 270cc なんですけれども、実測値は 280cc。 大丈夫でしょう。取り付けちゃいましょう。これがこの間取り付けたリチウムイオンバッテリーなんですけど、外気温がね0度でも全然始動はいけます。ただ氷点下になったらやばいかもわからないんですけど、ちょっと状態だけさっき確認してみましょう。状態の方はいいですね。805cc まだあります。ですね、バッテリーのこの変換アダプターを車の中に落としちゃって、これなんですけど、なんぼ探しても見つかれへんから、お友達のとこまで自転車で取りに行きました。分けていただいてありがとうございます。車動かせます、これで。じゃあ早速つけてしまいましょう。すっかり暗くなってしまいました。どっちがどっちだったかな。で、リ
チウムイオンの方が低いんかな、ちょっと高いような、後で調節します。もう次ネジポロリしたらもうダメですね。ネジをポロリに注意ですね。見えますね。これで割と腰が痛いです。それではちょっとエンジンかかるかやってみます。CCA280 やからちょっとやっぱスターター重たいっすね。まあ、これでちょっと様子見ていこうと思います。もうネジ類のポロリってもうあれですよね、ちゃんとやらなっていつも思ってるんですけど、分かっててやってまうんですよね、ポロッとすいません、すっかり暗くなってしまいましたけれども、またあの長男の具合次第なんですけれども、まあちょっと年末九州行くかもわからないんですけれども、早く元気になってほしいです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。